学校法人産業能率大学、産業能率大学産業能率大学は、東京都世田谷区とどろき6丁目三十九番十五号に、本部を置く日本の私立大学である。九百七十九年に設置された、大学の略称は、産能大。九百七十九年の創立以来、産業能率大学を公明としていたが、九百八十九年より、産能大学と、 変更、2006年4月より、再び産業能立大学に変更した。2013年には、経営学部に、マーケティング学科を開設。大学通信教育課程を置いており、通信教育の学生数の方が、通学生より多い大学として知られる。設置者である、学校法人産業能立大学が、 J リーグ湘南ベルマーレのオフィシャルクラブパートナーとなっており、コラボレーションとして湘南キャンパスにある情報マネジメント学部にスポーツマネジメントコースを置いている。放送大学と単位語環境定を締結している。上記3キャンパスのほか、東北事業センター、東日本事業部、中部事業部、西日本事業部、西日本事業センター、九州事業センターを有する。 かつて全日本選手権準優勝になり、元プロ野球審判員を輩出した軟式野球部などがある。通信教育課程の学生はサークルへの参加は認められていない。通信教育課程には学生会があり、科目習得試験に向けた実習型の学習会、講師を招いた講演会型の学習会、また大人の社会科見学的なイベントや科目習得試験終了後等に、 懇親会を行っている。この学生会は、都道府県の名前を冠したものと、学習分野に特化したものがあるが、どれも居住地や所属コースに関係なく、加入することができる。入会金制度を取る会と年会費制度を取る会がある。入会金制度の方は、年会費はかからず、大抵は卒業後も活動に参加できる、永久会員制度を取っている。ありがとうございます。